P48 はイギリス海軍の潜水艦、悠久の第3グループ、バローイコールインイコールファーネスのビッカーシュアームストロング社で建造。1941年8月21日寄港。1942年4月15日浸水。1942年6月18日収益。P48 の地中海での1回目と2回目の紹介では、 すべての魚雷を消費したが戦果は上げられなかった。統治作戦では偵察隊を上陸させ、それからビーコンとしての役割を果たした。12月21日、P48 はマルタから3回目の紹介に出発した。ショークはチュニス沖であった。12月31日に位置を知らせるよう命じられたが、P48 からの応答はなく、P48 は未期間となった。 P48 は12月25日にイタリア水雷艇、アルデンテにより撃沈されたものと思われる。2隻の船を護衛していたアルデンテは12月25日にチュニス湾のゼンブラ島の北西で液グで潜水艦を探知し枠雷攻撃を行った。3度目の攻撃の後大量の気泡が浮かんできたためアルデンテ艇長は潜水艦が浮上しようとしていると考えたが 潜水艦は現れなかった。アルデンテは、さらに4回目の爆雷攻撃を行い、撃沈確実と判断して戦団に戻った。この時、チュニスワにいたイギリス潜水艦は、P48 のみであった。ありがとうございます。